今朝、土佐市の市街地にイノシシ1頭が現れ、通行人に噛みつくなどして3人がけがをしました。イノシシは今も捕まっておらず、警察などが注意を呼びかけています。土佐警察署によりますと、今朝6時50分ごろ、戸佐市高岡町の市街地に1頭のイノシシが現れました。イノシシは通行人に噛みつくなどして、女子高校生と40代の女性、 70代女性の3人が足に怪我をしたほか車3台にもぶつかったということですイノシシは体長1メートルほどで午前11時半時点でまだ捕まっていません警察や土佐市はイノシシを見つけても不用意に近づいたり刺激したりせずに警察や市役所に連絡するよう注意を呼びかけています連絡先は土佐警察署が088 土佐市役所の産業振興課が088・852の7656です。